こんにちは、フルート奏者の町家です。今日はいくら練習してもなかなか上達したい人の共通点4つをお話ししていきます。毎日頑張って楽器の練習をしていても、上達するのが早い人とあまりそうでない人ってやっぱり出てきてしまうと思うんですね。そしてそういった上手くなる方たちには上手くなる方たちの共通点、そしてなかなか上達しない方たちにはその人たちの共通点というものがあると思います。 なかなか上達しない方たちの共通点を今日はお話ししていきます。このなかなか上達できない人たちの共通点の4つに何かしら引っかかっていないか、ぜひご自身をチェックしてみてくださいね。 まず一つ目なんですが、自分を信じていないということがあります。なかなか上達しないからレッスンに行っているし、練習も頑張ってるのにというふうに思うかもしれないんですが、実はそういったことではないんです。実は自分を信じているからこそ上達することができるんです。楽器の練習でもそうですし、もちろんそれ以外のことでもそうなんですが、何かができたからとか、何か望んでいる結果が出たからとか、楽器であれば自分が上手くなったら自分に自信が持てるとか、 そういったことは実は間違いで、自分に自信が持っているからこそ、できるようになるし、結果も出るようになるし、楽器も上達するということなんですね。現時点ではできていないことなどいろんなことがあるかもしれないんですけれども、練習すれば必ずできるようになるんだというふうに、自分の可能性をしっかりと信じている人であれば、上達するという道の中にちゃんと立っていることになります。これを思えていない。 自分を信じきれていないということは、その上達の道の上に立ててないので、まずそこの道の上に立つ必要があるので、立てるようになるまでやっぱり時間がかかってしまいます。どうせやってもなかなかうまくならないよねというふうに思っているとするならば、そのままの現実、楽器がなかなかうまくならないという現実がやってきてしまうんです。 あなたがあなた自身の可能性をしっかりと信じきれていれば、それだけで楽器の上達スピードっていうのは変わってきてくれます。いろいろなそれぞれの楽器のテクニックを知りたいというふうに思うかもしれませんが、 それは木で言うのであれば枝葉の部分になるんですね。もちろん枝葉の部分も大切ですけれど、枝葉の部分に結果を求めるのであれば、木の幹、木の根っこ、そして栄養のある大地という土台が全てにおいて大きな影響を与えていきます。私なんかどうせとか、私にはできないという風うに自分自身を信じられていなければ、 そのようになっていってしまいます。また、自分自身をなかなか信じきれないという時には、人の力を借りて間接的に信じてみるのもいいかもしれません。私の生徒さんでも、自分一人ではできる気が全くしなかったんですが、私には先生がいてくれるから、信じて頑張るという風うに不安になった時には自分自身に言い聞かせていたという方がいらっしゃいます。半年後の大きなコンサートまで、 毎日不安になりながらも、信じて頑張り続けた結果、非常に大きく成長しましたし、そのコンサートもうまくいき、周りのメンバーからも、来場してくださったお客様からも、フルートのソロすごく良かったよと、たくさん言ってもらえたそうです。お礼のメッセージをいただいたんですが、私を上達させてくれる素晴らしい先生を選んだのは私だというような、 間接的かもしれませんが、ご自身に自信を持つというところにつながっていたようです。なので、なかなか自分自身を信じられないという方は、このような形でもいいと思います。ぜひ、自分自身を信じてあげてください。なかなか上達しない人の特徴、二つ目なんですが、できないところばかりに目を向けてしまうということがあります。レッスンを始めたばかりの頃は特に、 自分がこれまでできていなかったことがどんどん露呈していきます。そうすると、今まで何にも考えないで演奏していた時の方がうまくいっていたなとか、何も考えずに演奏していた時の方が楽しかったなと思うこともあるかもしれません。いろんなことが分かってくると、これまでのそれだけ自分ができていなかったことや、 本来の自分自身の演奏レベルというか、そういうものがどんどん見えるようになってきます。そして、全然できてなかったな、私というふうに、愕然としてしまうこともあると思います。でも、それは成長するためのプロセスなんですね。私自身もこのように感じることはありましたが、愕然として落ち込むのではなく、ってことはまだまだ伸びしろあるってことじゃん。もっと上手くなれるってことだ。というふうに、とてもポジティブに受け止めていました。しかし、このように考えられない方は多いみたいで、 私ってあれもダメ、これもダメ、全然いいところなんてないと落ち込んでしまい、欠点ばかりに目が向いてしまうようなんですね。欠点に気づくことはいいことですし、これから修正していくためにも、まずは気づかなければ修正することはできませんから、それを気づくことができたということ自体が素晴らしいことなのに、そこで落ち込んでしまっていては上達することはありません。そうやって現状を確認するということとともに、しっかりとできているところにも目を向けてほしいんですね。 レッスンでも今のところすごくスムーズに来きましたね。音の出し方もすごくスムーズで全然良かったですけど、どうでしたかという風うに聞くことがあります。なぜそのような質問をするかというと、前と比べて体の使い方や喉やアンブシュアの使い方、息の使い方など、自分自身の感覚が前とどう違ったのか、どうイメージしたらできたのか、そういったことをしっかりと掴んでほしいので、そういう質問をしています。でも、それに対して、 いやいや、あそこはうまくいかなかったとか、ここはやっぱりダメでしたとか、そのように答える方も多くいらっしゃいます。そのできなかったところじゃなくて、できたところだよというふうに私は思います。そのできた時の感覚を思い出してほしいんですね。そういう方は常にダメだったところやできなかったところに目を向けてしまうという癖があるんですね。せっかくうまくできるようになったところの違いに気づくチャンスなのに、そしてそこに注目しなければ、 どうしてできたのかっていうことを見逃してしまうんですね。上達が早い方っていうのは、肩の力とアンブッシュアの力を抜いてお腹の支えをしっかり意識したら、なんかすごく楽にできましたとか、できた部分に目を向けて違いを感じられる方が多いです。言葉にうまくできなくてもいいですし、自分なりでいいんですが、そのできたという、そのできたという時のイメージがはっきりしてくるので、本当に今後もできるようになっていきます。 完璧にできなくてもよくて、その方にとって一歩前、二歩前という、ほんの少し前に進めればいいんですね。その小さな一歩、一歩を積み重ねていくということがすごく大切なんです。ですが、パーフェクトな自分っていうのをイメージして、それと自分がどれだけ差があるかというふうに考えてしまうと、やはりできないところにどんどん目が向いてしまいますよね。なので、現状よりもすごく先の理想 というのを見すぎてしまうと、せっかく今上達したのに、まだまだ全然上達していないという風に感じてしまいます。そうするとやっぱり落ち込んでしまうと思うんですよね。そうではなくて、今の自分の一歩前、二歩前、そのあたりを見て、しっかりと良くなったところっていうのに目を向けて、練習に取り組んでほしいなと思います。今年は私のデビュー20周年になる年です。それを記念して、 11月9日土曜日、東京銀座の王子ホールで記念のリサイタルを開催することになりました。ぜひ、たくさんの方に聞いていただきたいです。この先行受付の期間は5月29日までとなります。プログラムやお申し込みの詳細などは、この動画の説明欄とコメント欄に記載していますので、そちらの URL からたくさんのお申し込みをお待ちしています。 楽器がなかなか上達しない人の共通点、三つ目ですが、すぐに上達すると思っているということがあります。自分の現状がしっかりと見えていない人ほど、一回レッスンを受ければ劇的に変わるんじゃないかとか、一から三ヶ月ぐらいやれば上達するんじゃないかとか、そのように思っていたりします。ですが、大前提として、どういった楽器であっても、ある程度の時間を費やすことが必要ですし、その費やした時間っていうのも大切になりますよね。 もちろん、一回のレッスンで劇的に変わる人もいますし、少しの時間で驚くほど上達する人もいますが、基礎をしっかりと身につけ定着させていくためには、それなりの時間がかかるのが普通です。 これはどれだけベースとなる基礎ができているかによりますし、できていないという方であれば、その基礎をしっかりとやっていく必要があります。すぐに楽器がうまくなるような魔法の薬っていうのはないんですよね。すぐに結果が欲しいというふうに思っていると、やっぱりすぐに諦めてしまいます。人によっては、最初は地味なエクササイズばかりでつまらないなというふうに感じて、モチベーションが落ちてしまう人もいるかもしれません。自分の現状が見えていない人ほど、ご自身の微妙な変化に気づきにくいので、 せっっっかくくくく上達ししししたたり良くなななててていいるる部分ががあったとともそれにに気気気づくこででできないので一気にやる気をなくしてしまうんですねそして、ちょっとやってみて結果が出ないなと思うと、別のやり方探してみようかなとか、こっちの方がいいんじゃないかなとか、あっちに行ったりこっちに行ったりしてしまって、レッスンもいろんなところの体験レッスンばっかり受けて、結局定まらなくて、最終的に上達しないということになってしまいます。 そうすると結局、労力と時間の無駄になってしまって、いつまでもなかなか上達しないということになってしまいます。まずは焦らずにじっくりとやってみることもすごく大切なことです。上達していく過程を楽しみながら練習していければ、必ず花開く時が来ます。 楽器がなかなか上達しない人の特徴、四つ目なんですが、人と比べて落ち込むということがあります。人の評価が基準になってくると、とても落ち込みやすくなります。もちろん、誰しも人の評価っていうものは気になりますし、それは別に悪いことではなく、当たり前のことだと思います。それこそ、音大生などであれば、 コンクールを受けるような機会も多いと思いますが、審査員である他人が皆さんを並べて、比べて、優劣をつけて点数をつけますので、人の評価が気になっても仕方がないかなというふうに思います。楽器を人前で演奏すれば、それこそ私の演奏はどんな風に届いているのかなということは気になると思いますし、だからこそ緊張もするし、もっとうまく演奏したいというふうに思うんだと思うんですね。あの人はいつも上手だなとか、 自分の時は拍手が少し少ないんじゃないかなとか、みんなどんどん上手くなっていくのに自分だけ変わってないんじゃないかなとか、そんな風に思うこともあるかもしれません。それこそ自分の演奏なんて人に聞かせちゃいけないんじゃないかという風に思ってしまう方もいらっしゃるようですね。でも、本来あなたが楽器を演奏するのは人から評価をされるためではなかったはずなんですね。楽器が好きだから、その楽器を演奏したいから演奏しているはずなんです。 その気持ちを一番に優先してほしいなと思います。もしも人と比べて辛くなってしまった時には、まず自分のためだけに演奏してあげてください。そしてあれこれ考えながら演奏するのではなく、自由に音楽を楽しむということを自分に許してあげてほしいんですね。一人終わりの勝手な演奏していいよっていうことではなくって、そもそも楽器が演奏したくて仕方がないとか、 ワクワクする気持ちって最初ありませんでしたか自分の楽器を買って初めてケースから出した時、ああ早く音を出してみたい。そんな風に思ったと思うんですよ。そういう気持ちがすごく大切だと思います。人にどう思われているかばかり考えていたら、全然楽器は楽しくなくなってしまうと思います。結局人の感情なんてコントロールできないんですから、気にしてもしょうがないんですよね。人間関係と全く同じことで、100人の人間がいたら、 あなたがその100人を平等に好きになるっていうこともないですよね。それであれば、その100人があなたを平等に好きになるということもないはずなんです。演奏も全く同じです。そして、これは演奏が上手いとか下手とか、そういったことは関係なく、どんなに上手い人にもそういったことは起きるんですね。もちろん、ある一定以上の一般的な演奏の基準っていうのを満たす必要はあると思います。楽譜の音がしっかりと演奏できていて、ちゃんとリズムが合っていて、 音程が正しくて、と言ったような、しっかりとした基本的なことですね。人と比べて落ち込んでいる暇があるのであれば、そういった練習をしっかりやる方に時間をかけてほしいなと思います。昨日の自分よりも、ほんの少しでいいので前に進んでいけるように、楽しんで練習していくことが一番の近道です。自分の心がこう、縮こまってしまわないように、しっかりと心がけてほしいなと思います。なかなか楽器が上達しない人の特徴4つでした。 自分がそこにはまってたなという風に気づかれた方は今が直すチャンスですので視点を変えてみてくださいね。この動画が良かったなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。